リッキング軍はアメリカ合衆国オハイオ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は166,492人であり、2000年の145,491人から14.4%増加した。軍庁所在地はニューワーク市であり、同軍で人口最大の都市でもある。リッキング軍はコロンバス大都市圏に属している。 軍名は、地域で取れたが安縁にちなんで名付けられた。リッキング軍は1808年1月30日に、フェアフィールド軍から分離して設立された。軍名は、地域で取れたが安縁にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は687.49平方マイルであり、このうち陸地682.50平方マイル。 水域は4.99平方マイルで、水域率は0.73%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ニューアークドルイにあるクレートサークルドルイロンガバーガーバスケットビルリッキング、グンズ、リッキング群は下記25の軍区に分割されている。リッキング群では昔から高校スポーツが盛んである。グランビル、ヒース、 ジョンズタウン・モンロー、レイクウッド、リッキングバレー、リッキングハイツ、ニューアーク・カトリック、ニューアーク、ノースリッジ、ユーティカ、ワトキンス各高校が競い合っている。野球では2002年から毎年群内の高校が終選手権で優勝してきた。この2002年には3つの競技で終選手権に優勝した。ニューアーク・カトリック高校とヒース高校は、 この6年間で合わせて9つのタイトルを獲得した。2007年にはヒース高校が男子陸上競技と男子野球でニューアークカトリック高校がフットボールで優勝し、2008年にはレイクウッド高校がソフトボールで優勝した。ありがとうございます。